初代ビットリア公アルマンド・ディアズは、イタリアの軍人、貴族、政治家。最終階級は元帥。第一次世界大戦後半に、ルイージ・カドルナ元帥の後任として、イタリア陸軍の参謀総長を務めた。イタリア戦線の立て直しに成功し、オーストリア・ハンガリー軍を破り、競商国人営の最終的勝利に貢献した。戦後も、国王から公爵位を与えられて貴族に列し、 ベニート、ムッソリーニ内閣の軍務大臣に任命されるなど、活躍した。1861年12月5日、イタリア王国南部の中心地ナポリに育ち、後に、北、イタリアに移住して、モデナ陸軍士官学校に入校、陸軍砲兵士官として、軍歴をスタートさせる。井戸戦争ではリビアに出征し、陸軍大佐として、第93歩兵隊を率いている。 1914年、第一次世界大戦では、陸軍少将に昇進して、軍司令官となり、イタリア戦線が始まると、陸軍参謀総長であるルイージ・カドルナ大将の指揮下に入った。1916年、陸軍中将に昇進して、第49不評師団の師団長に任命され、ついで上位部隊となる、第23軍団の指揮を委任された。イタリア陸軍は、 アルプスの山々に陣ドルオーストリア軍を相手に一進一退ながらも地道に戦線を押し広げていた。しかしカポレットの戦いで主戦力のほとんどを前線に配置し、かつ予備戦力を用意しなかったカドルナの失策により、イタリア陸軍はドイツ軍の新戦術に致命的な打撃をこむる。この失態に加えて、 中央同盟軍との単独講和を主張し始めたカドルナは辞任したパオロ・ボセリンに代わり首相に就任したビットオリオ・イマヌエール・リオルランドによって罷免された。1917年、オルランドはロンドン条約を活用してフランスやイギリスから物資や兵員の援助を取り付けつつ陸軍大将に昇進させたディアズを公認の陸軍参謀総長に抜擢した。 陸軍参謀総長に着任したディアズは、陸軍の再編成を進める傍ら、カポレットの経験から、軍部隊の指揮体系に改良を加え、不意の事態にも柔軟に対処できる防衛体制を構築した。この改革は、モンテグラッパやピアーベ川の戦いで単独で、攻勢に出たオーストリア軍を破り、戦線崩壊を防いだことで証明される。1918年、 ビットリオベネとの戦いで、オーストリア・ハンガリー軍の防衛戦を突破して、戦線崩壊に追い込み、白旗を掲げたオーストリア軍指導部との交渉に、応じて、ビラジュスティ級戦協定を結んで、リソルジメント以来の対応戦争とも言うべき、初戦闘に、最終的決着をつけた。1921年11月1日、アメリカ合衆国カンザスシティで行われた第一次、 世界大戦の戦勝記念式典にフランス軍のフェルディナン・ホッシュ、アメリカ軍のジョン・パーシングラと共に列席した。これを記念してアメリカ政府が制作した戦勝記念レリーフには三将軍の姿が彫られている。強商国各国からは様々な勲章を贈られ、アメリカ合衆国陸軍主勲章、レジオンドヌール勲章、バス勲章を受勲している。 本国でも英雄史を受け、王家たる、サボヤ家からは戦勝校の貴族称号と、サボヤ軍事勲章を与えられ、マルタ騎士団、セアヌンツヤータ騎士団、セイマウリッツィオラザル騎士団から、騎士称号が贈られた。1922年、ローマ新軍で成立したベニートム・ソリーニ内閣を、支持して、軍務大臣を務めている。1924年、 軍務大臣を退任するとともに軍を退役し、政府からは陸軍元帥の階級を与えられた。1928年66歳の時に滞在していたオードローマで亡くなり、市内のサンタマリアデ・リアンジェリエ・デー・マルティリ聖堂に葬られた。ありがとうございます。